だからこうジーンズでできたマスクね、こっちのジーンズでできたこれデニムのマスクの自動販売機こんなのしてる。わ、かっこいい。漫画でしょ。うん。あれとかです。あそこは多分ね、本当のお酒屋さん。酒屋さんで、ただ屋さん。クラシックってデニムの街なんですね。なんかそういうの。星野誠一さん、クラシック出身で。ここはね、写真。ありますよ。こんだけあるのに、
いますよ。だいぶ恥ずかしかったけど。知らんふりしましょう。マジかこれ。だいぶ恥ずかしかった。マジか。本当にそれ聞いてたんですか。マジか。いや、めっちゃいいや。めっちゃかわいい。すごい。すげえな。いまだに入るんだな。ウエストラインに。これ最高。なんといういつからおったんよ。ここ通らなかったらどうするつもりだったの。これはさくちゃんもどうしたん。それ私もコロナ禍です。撮りたい、一緒に。はい、撮ります。はい、撮ります。はい、ありがとうございます。最高だ。最高。やばい、やばい、めっちゃ可愛い。可愛い。でもなんか学生服に見えんかった。もうあまりにもかな。もうハマってるよ。もう全然違和感ない。後ろ向いてください。後ろ。加藤広志。見えんか。中田さん、中田さん。これ本当に来とった？この刺繍入ってなかった。行きます。すごい。ズボンはこれこのまま？これ履いてた？すごいな。これな。ビーバップでもこんな履いてねえよ。そうや。こんなボンだ。MC ハマだ。すごい。さすがチャンピオンだな。これも元気そうですごく優しい方です。すごい。インスタライブ中の。あ、そうだよ。すごい。パパ今ライブやってる。インスタライブやってる。大丈夫。大丈夫。それにコアジ全部入ってる。ええー、コージロさん。パパ今年取ったら。よろしく。あ、これで。これで見てんの。うわ。これすごい。これ本当俺たち途中でも帰ったらどうするつもりだった。戻ってきました。どうもで小次郎さん、はい、どうも今日一日ありがとうございます。どうもありがとうございました。倉敷どうですか、時間中ねえ、川がこう流れてて、ゆったりと船を流して娘に乗ってる人がいて、あれ成人式だったのかな。みんなあの着物着てた女の子がねえ、うん、でも今す違うでしょ。まあ振り袖じゃなかったから、はいはい、もう違うのかなって、なんかのイベントで来てんのかなって感じたんだけど、まあまあでも、まあ、倉敷は倉敷で、はい、まあ経験させてもらったんで、また気が向いたら、いや必ず来てください。俺もまた行きますので。オッケー。ぜひ地元をちょっとまた紹介してください。お願いします。はい、どうも今日はありがとうございました。ありがとうございます。どうです。